はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーゼロワンデラックスバイティングシャークプログラズキーです。はい、現状ゼロワンのフォームチェンジっていうとフライングファルコンを思い出しますが、先行でおもちゃが発売したりとか、映画での登場はありましたが、まだテレビ本編には出てなくって、先にサメモチーフのバイティングシャークが発売されましたね。新しいプログラズキーはどうやって登場するのかなと思ったら、敵との戦闘データをもとに一番有効な攻撃が可能なプログラズキーが作られるって流れで、さすが一企業だから最新感満載でしたね。サメモチーフのライダーっていうとサメバイク以来かな。でもファイズとかも一応モチーフの中にサメも入ってるんですよね。ではレビューしましょう。メインカラーとか副画の色も変わるからだいぶ雰囲気変化しますよね。でシャークだからあのヒレ部分、それが腕についてて敵を斬撃攻撃してましたね。はい、取り出すと内箱とかも一切なくてプチプチにも入ってて、あ、またこれまでのプログラズキーとは全然違う新たなカラーリングで、ネオンカラーじゃないんだ。あんまり明るくない、変身系じゃないからかな。ミントグリーンのようなカラーで、はい、サメいるね。バイティングシャークプログラズキーが入っておりました。では本体をぐるっと見回すと、こうで造形は変身系と特に変わんなくて、いつも通りのプログラズキーの見た目で、モールドなんかも変化ありませんね。前面のモチーフ部分がサメになっておりますし、バイティングシャークの文字もあって、パーツをパタッと展開することでシャークの内部パーツ、すごいな今回も。骨格造形というかゴリゴリのメカ内部パーツですよね。でここの展開の感触なんかはこれまでと特に変わらずで、片手で展開も OK と。本編でもね、割とみんなスナップして開けてますもんね。ではサウンドも確認しましょう。今回はファング。シャークスアビリティかな。裏側に書いてあってシャークズアビリティか。ファングとシャークズアビリティ。で、中の発光色は変わんなくって、発光箇所も共通。では、秘伝ゼロワンドライバーでフォームチェンジ。手順としては、特にいつも通りと変わらず、ドライバー側で変身してる必要もなくって、いつも通りボタンを押して、非接触認証から展開して差し込みは OK ですね。今はライジングホッパーが入ってますから、一度取り外して、はい、新しい変身音来た。これで仮面ライダーゼロワンのバイティングシャークに変身完了。サウンドとしてはキリキリバイ、キリキリバイ、バイティングシャークで、英文なんかも新たなものに変わってますよね。翻訳カメラで見ると牙むしゃむしゃ食べることができます、コンクリートを通して。相変わらず強引な翻訳。変身サウンドもう一回聞こうかな。さらに必殺。お、なんか専用音声鳴ったね。さらにチャージ。え、この効果音っていうか音楽いいな。シャーク部分近づいてみると、さらにアタッシュカリバー。
変形して、問題なく連動遊びも OK ですね。じゃあさらにエイムズショットライザーと連動。変身。そうか、こっちだとキリキリバイキリキリバイのサウンドがなくなるんだね。でも意外と配色的にマッチしてる感じはある。必殺。はい、ライダーキック攻撃のフィーバーもなりますね。通常必殺。発光部分はこんな感じで、フワさん風に変身することもできます。もうすでに変身ベルトが2つあるから、コレクションアイテムでめっちゃ遊べますね。あとはもちろんホルダーアイテムにもセットすることができますし、引っ張れば取れますね。ホルダーセット状態の見た目はこんな感じ。ほんとこれまでの明るいプログラズキーのカラーからすると、だいぶおとなしめの本体カラーですが、単純なグリーンとかブルーとかじゃなくて、変わった色味がセレクトされてますよね。はい、ということで仮面ライダー01のフォームチェンジアイテムのバイティングシャークプログラズキーを紹介しました。単純にプログラズキーが増えるだけじゃなくて、ちゃんと敵と交戦してそのデータを元に対策を立てて有効なプログラズキーを作るっていう流れが物語的にも自然で良かったし、そして来週は早速エイムズ系もパワーアップというかフォームチェンジが来て、納期のフワさんがゴリラに変わりますから、どういう流れでフォームチェンジするかも楽しみですね。というか名実ともにゴリラになると。以上、仮面ライダー01デラックスバイティングシャークプログラズキーの紹介でした。